どうもおじゃです。今回は名探偵コナンの最新話1115話のキーポイントをご紹介していきたいと思います。ここから先はネタバレなので単行本派アニメ派の方はご注意ください。今回は衝撃回でしたね。アムロが大物と接触、新幹線での事件は無事解決し、駅のホームでイオリとヘイジ、コナンたちが歩いていると公安の2人であるアムロさんと風見刑事とすれ違いました。そして風見は今警察学校時代の同期がいたようなと発言します。さらにイオリは警察学校時代とても優秀でアムロさんと同じ部署に配属されていたことも判明しました。その後アムロさんは用があるため風見と別れ新幹線へ乗り込み、携帯が鳴っている席へ移動します。そして電話に出るといきなり窓の外を見よと言われ、そちらを向くと隣の新幹線の中にひげを生やし杖をついた謎の老人がいました。そしてその老人は江戸川コナンを調べ上げろ、骨の髄までなとアムロさんに伝えます。その後アムロさんは黒田管理官との電話で謎の老人の件については一切伝えませんでした。ここで終了となるわけなんですが、いくつか気になった点を挙げるなら、まずアムロさんが新幹線へ入る直前に描かれていた13という数字、この13の数字は不吉な数字と言われている13日の金曜日の13なんですかね。そこで気になったためコナンの単行本13巻に注目してみると、服部にコナンの正体がバレる回が収録されていたり、アニメ版の13話では原作で構成されていた場合、本来は灰原のお姉さんが亡くなる回となるため不吉といえば不吉ですね。そして次に今回の杖の老人は過去の1102話で登場した老人に非常に似ており、1102話ではその老人の背後にカラスではなくタカもしくはワシが描かれていたため、イコールボスではない、つまりミスリードである可能性が高そうです。次に安室さんがその老人の件のことを黒田管理官には伝えなかったことについて、これは単純に黒の組織関連ではないためなのでしょうか。そして以前週一で青山先生が言っていた安室さんが大きい人物と接触するという話はこの1115話の収録回での物語だと思われます。あと最後にこれまでの傾向を踏まえれば、バーボン編の安室、沖谷、瀬良、ラム編の脇田、黒田、若狭のようにあの方編で呼吸器のおじいさん、今回の杖のおじいさん、そして今後あと一人出てくる感じなんですかね。全てに共通する点としては登場する順番です。バーボン編もラム編も3番目に登場した人物がその人物だったので、次に出てくる老人がカラスマの可能性がかなり高いんじゃないかなと思います。しかし黒金のサブマリンでボスは老若認証システムを消そうとしていたため、幼児化していてもおかしくはなさそうな気もします。それにしてもあの杖のついた老人は一体何者なんですかね。またこのあたりについての動画は作っていこうかなと思います。ということで今回は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。